こんにちは、速稼塾の久保です。視聴者さんから質問でございます。新型コロナウイルスは去年のことで、今年は変異株のことを新型コロナウイルスって呼ぶとは思うんですけども、未だに去年のものを新型コロナウイルスって売ってる方いませんか？まあ、それはどうでもいいんですけども、この感染症に対してですね、ワクチンが今出回ってるということですけども、このワクチンをある人は殺人兵器だと、打ったら5年以内に死ぬよとかね、自民党の方が言われてたみたいですね。これどうなんですかってことなんですけども、私は知りませんけども、私のところに届いた情報の中では、ある特定の方には反応して致死率を高める、そういうふうなものも混入しているというふうに言われております。これは意図的にですよ。だからワクチンで誰も彼もが有害ではなくて、大抵の方はね、そのワクチンによって何らかの効果を得ることができるらしいです。もちろん副作用がね、あって、ちょっと頭痛いなとかね、余計ひどくなったみたいなのもあるそうですけども、それはもうしょうがないですよね。治療とか、ワクチンとか、手術には、思わぬ効果っていうのは出ちゃいますんで、みんながみんな同じ結果になるとは、なんとも言いませんけどね。その効果を高めるために、治験だの、いろいろあると思うんですけども、今回の問題はそこじゃなくて、意図的に、ある特質の方には有害になるように、作用が悪くなるように、仕込まれているものを混入させてるらしいんですよ。要するに、これはどこの会社がどうこうじゃないんですけども、ワクチンいろんな、ね、会社って言っても、複数社、そうですね、限定された会社ですよね。で、ファイザーとかアストラゼネカとかなんちゃらかんちゃらってあるじゃないですか。でも、メイドインジャパンのはないんですよね。メイドインジャパンでは出せなくって、ある特定の国のある特定のワクチンしか世界に流通しなくなってます。それはなぜかというと、ある特定の方に、悪影響があるワクチンを混ぜて出荷してるというね、なんとも気持ちの悪い話がありますけども、本当かどうかは知りませんからね、繰り返しますけども。そうなるんで、あるね、自民党の方が言われてたように、全員に有害だってわけではないんで、立ちが悪いと思うんですね。ある特定の抹殺しなければならない方には効果が高まるように書いてあるということなんですけども、本当ですかね。わかんないですけどもね。そういうふうな気味の悪いことがあるということでございます。まあ、人間の一生はたった一回きりで、今回のね、感染症騒動を乗り越えたからといって不死になるわけではありません。まあ、ですんでね、一日一日後悔ないような一日をね、過ごしていきたいなというところもありますし、作るべき思い出は作るときに作っておかなければならないかなと思いますしね。長生きだけが幸せではないですし、なんとも言えないですけども、日々今日が最後の一日だと思って暮らす覚悟はいるんじゃないですかね。なんとなく明日とか3年後とか5年後が来ると思ってますけども、それは幻想だと思いますんで、喜びや悲しみは後回しにせずに、まあ悲しみは後回しでもいいんですけども、やっぱね、自分の人生やるべきことの優先順位がついたら明日に回すことがないようにした方がいいですね。今日和解できるなら和解しておいて、今日愛し合うなら愛し合っておいて、今日やりたいことがあったら完了しといてね、コンプリートしといて、で明日に向かえばいいんじゃないかなと思いますね。なんか本来するべきことを後回しにしていいことはないなというところでございますか。ということでね、今回はワクチンに関してなんですけども、分かりません。ただ、まあ、さっき言ったようなことも、言う人がいるってことですね。あとは分かりません。はい、では分かりませんでございます。分かってても言えません。失礼します。